こんにちは、トレカ投資家です。ガンダムのカードを使ったゲームに、アーセナルベースというものがあります。主にゲームセンターで置いてあるやつなんですけど、まあ、こんなやつですね。メルカリでもうたくさん売ってます。まあレアリティ高いものから低いものまであるんですけれど、これは果たして投資対象になるのかとか、将来的に値段が上がるのかっていうことについて見ていきたいと思います。デザインはね、非常に素晴らしくてね、ゲームとしても多分面白いと思います。僕はちょっとやったことないんですけど。で、たまに、プロモカードとかをゲームセンターに行くともらえるみたいなキャンペーンもやってるので、ちょっと集めてみるのもいいんじゃないかなと思います。個人的には考えるには、いつかは上がるとは思うんですが、なかなか上がりにくい商品だなとは思います。カードはね、非常にいいんですよ。これは女性カード、クリスティーナ・マッケンジー。キティちゃんと同じ声優の方だったかな。確か。ちょっと名前忘れました。シャーマンキングのイタコのアンとか、ちょっと名前で忘れしたんですけど。まあ、これは最近出たカードなんで、まあ、1000円くらいして、まあまあ高いんですけれど、1年ぐらい前に出たカードですね。これ1年ぐらい前、2022年の夏ですね。でセイラーマスガンダム人気キャラなんで、で水着のデザインで結構デザインもいいんですが、投資ポケモンカード的には結構いいデザインではあるんですが、まあ、430円、まあそんなにレアリティは高くないんですが、プロモカードなのでこれはあんまりって感じですね。絶版なんですけど、一応ポケモンカードだったらまあ値段がちょっと上がってそうな感じもあるんですが、これは結構そこねな感じだと思います。買い時っちゃ買い時ですね。だから、なかなか、アーセナルベースっていうものがサービス終了した後に買うっていうのもいいんじゃないかなって。サービス終了が決定した後、すぐ後くらいに買うのもいいんじゃないかなと思いますけど、これも同じ時期の女性のプロモカードですね。女性のキャラクターとしては、結構人気の部類で、そんなに高くないっすね。5つで2000円ぐらい。カガリとかアイナ・サハリンとか結構人気だと思うんですけど、キャラクター的に。あんまり高くないっていうね、のもあります。だから、ちょっとあんまり読めない感じはありますね。正確には。ポケカみたいに絶版とかがあればいいんですけど、絶版するになるとちょっと上がるみたいな、アルゴリズムがあるといいんですけど、って感じですね。まあ、でもゆくゆくは上がると思うんですよ。アーセナルベースが2021年か2年ぐらいに誕生して、その前のゲームセンターに置いてあったのがガンダムトライエイジっていうのゲームが、旧、ゲームセンター用ガンダムカード排出ゲームだったんですよね。ちょっと説明が分かりにくくてすいません。ガンダムトライエイジ、これもそんなに上がってない。デザインも非常にいいんですよね。でこのネーナ・トリニティとかガンダム00のキャラクターですけど、まあ、上がりというか、持っておきたくなるようなカードなので、市場に出にくい。つまり上がりやすいっていうのはあると思うんですね。ポケモンカード的には。でもまあ、多分1枚2000円とかですよね。そんなに高くなってないって感じですけど、結構デザインセクシーでね、いいデザインだと思うんですけど、ポケカほどの値上がりはないって感じですね。トライエイジ、まあそのトライエイジは多分そこまでではないですね。サービスが終了して 2,3 年経ってるので、これはどうなんだろうね。この2つのキャラも多分人気キャラクターなん でレアも高いと思うんですけど、多分おそらく、ちょっと詳しくないんですみません。でもそんなに高くなってないって感じですね。ラックスもガンダムシートで人気はそこそこあると思うんですけど。そうですね。まあ、ちょっとそこのよりかは高くなってるって感じなのかって感じですね。アーセナルベースよりはちょっと高めですね。やはり昔のキャラクター、昔のカードなので。PSA 鑑定はされてないようなんですが、PSA 鑑定はどんどんそのできるものが種類が増えてるって言ってるので、まあ、PSA 鑑定できますっていうのは始まる前に買っておいてもいいかなっていう感じはありますが、どうなんでしょうね。僕もプロモカードとかタダでもらえるやつを集めてるんですが、女性キャラですね、集めるとしたら。
って感じはありますね。アーセナルベース、ちょっとこれは最近のやつなんでちょっと高めですけど、まあそんな感じですね。でもまあポケカなかなか値上がりしにくいので、こういうのに目つけていくのもありなんじゃないかなと思います。